皆さんどうもこんにちは、まるですけど、今回なんですけども、今回は、ジャンプをするだけで最強のアイテムが手に入る世界で、マイクラをしていきたいと思います。目標は、エンダードラゴンを倒すこと。ってことで、まあ、早速何が手に入るのかわからないんですけども、なんかジャンプをしたら、とりあえずね、最強のアイテムが手に入るということなので、ちょっと一回、おい、貴様白いなんかふわふわの身をまとってんだ。お前ちょっとお前ジャンプしてみろよ。おい、もしかしていいもん持ってんじゃねえのかお前。ああ、ちょっとジャンプしてみろって。おいおいおい、ほれほれほれ。あ、俺がジャンプしないと意味ないんだった。逆やった。でちょっと一回ジャンプしてみますか。いきます。いったん絶対最初は 何が手に入るんだい。おお、エンチャントされた金リンゴいただいていきましょう。これは確かに最強だ。やばい。うわ、どうしようかな。ちょっと制限をつけます。ちょっと最強すぎるんで、ですね、ルールとしてはエンダードラゴンを倒す過程で、まあ、現世、ネザー、エンド要塞、エンドシティ、最後のエンダードラゴンのところですね、の3つがあると思うんですけども、各それぞれこの1列ずつ分しか手に入れることができない、そういった縛りでやっていきたいと思います。それでは早速やっていきやーしょう。あ、うわー、今絶対いらないよこの矢。頼む。まずはエリトラとかあるとマジ嬉しい。エリトラが一番嬉しい。エリトラ花火とかいきます。はい、あー嬉しい嬉しい。ネザライトのツルハシはマジ嬉しい。普通に装備揃うしな。じゃあ次もう一回いきます。次はエリトラ、頼む。はい、あははは。いや、今いらないんだよな。あ、でもこれエンダーパールとか重なったら、まあ別にここ分だけなんで、いけるか。じゃ、次いきます。はい、あ、ロケ鼻来た。エリトラ欲しい。待って。うわーこれエリトラ分ジャンプするわ。いや、頼む、エリトラ来い。ガチエリトラ来い。頼む、いくよ。ジャンプします。はい、うわ、何、うわー、ポーションいらないな。じゃあエリトラ来い。頼む、エリトラ。お願いします。はい、うわー、僕寄せきらない。じゃあと2回いくわ。もうちょんちょんいきます。ちょんちょん、うわー。マジ神、神すぎる。でここより先はもう捨てないといけない。だから今何か手に入ったけど、これ捨てないといけない。あ、だから火炎耐性してる。おっ、あー村発見、ちょうどよかった。まあエンチャントリンゴがあるから全然食べ物的には大丈夫なんだけど、てか16個あるからもうこれ鉄ゲットしたら いけちゃうじゃん普通に。わあ、これジャンプするけど捨てないといけないのきついの。うわあ、ダイヤ欲しかった。くっそー。じゃあやるか。装備がなーしょぼいからな、これどうしようかな。どうやって戦おうかな。うわー、めちゃくちゃ欲しい。くっそ。でこれで123でネザライトのツラシで殴ればいい。強いからね、ダメージマックスだから。ジャンプ打ちはねちょっとあえてしない。ちょっとなんか捨てないといけないのちょっと心苦しくなっちゃうから。あー4ついね、ちょうど。あ、でもあれがいるのか。砂が欲しいね。砂、砂、あ、砂あるじゃん。あ、来たよ。で、火打ち石がこれで完成。よし、次いけるわ。よし、次いける。1、2、はい、1、2、3で、1、2、はい。なんかめっちゃ手に入ってるけど、うわー、めちゃくちゃ欲しいんだけど。何この激強アイテム、もう最悪だ。じゃあ次の世界いきますか。ネザーへ。さあ、まあ、場所的には悪くはなさそう。ここで多分エンダーアイが手に入ったらもう別に攻略しなくていい。攻略しなくてよくなる。頼むよ。まず運命の1投目。はい、あー、これは金リンゴが増えただけだわ。オッケーオッケー。じゃあ次いきます。はい、何が増えた。うわー、攻撃上昇いらねえなあんまり。じゃあ次いきます。はい、
うわ、もういらないな。ポーションが一番いらないかもしれない。ハズレかもしれない。強いけど。はい。お、新しいのがゲットできた。あー、来た。うわ、エンダーアイが来ました。これ行かなくていいぞ、ワンちゃん。じゃあ次頼む。マジ足りてくれ。行きます。はい。何が増えた。あー、スコップは嬉しいな、普通に。じゃあ次行きます。はい。何が増えた。もうポーションマジでいらない。じゃあ次、次行きます。はい。なんだ。うわ、エンチャントミラで。もう次、じゃあもう一気に4つ行きます。1、2、3、4。さあ増えたか。うわー、あ、フシロトーテムか。んー、まあ悪くはないけど、探しに行かんとあかんくなった。パン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 。いやー、みんな気持ちいい ASMR になったんちゃうこれで。じゃあまあブレイズロット取りに行きますか。まあ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 、でも、まあ、花火あるしエリトラあるし。いや、装備がないのが怖いんだけど、ガチで。そう。ああ、うわ、装備、うわ、強すぎる。欲しい。捨てないといけない。おーっと、見つけたぞ。いや、装備ガチ一番欲しい。ねえ、貴様やんのかよ、こらまさかのワンパン。こういうのって上かな。あ、上だ、よかった、上だ。で、エンチャントリンゴ食べて、オッケー。よし、やっちゃおう、こいつら。ブレイズロッドが1個手に入った。いい、多すぎる、多すぎる。いや、エンチャリンゴ食ってるから、安定感半端ない、マジで。何も恐れずやれるんだけど。あ、もう足りるか。8で、あ、16。いるな。よし、要塞でも探すか。そしたら次探しに行くか。ああ、見つけた、見つけた、見つけた。ちょうどよかった、マジで。さあさあ、手に入れますか。黒曜石が欲しいんだよね。 OK、 とりあえず見てみるか。おー、いいね。お、ダイヤのピッケルも。ああ、まあでもピッケルはあるからいっか。よし、じゃあこれで一回帰れるな。帰るか。よし、じゃあ一回帰るか。で、帰って一回生産しよう。え？洞窟なんだけど。あ、でもなんか、あ、ダメだ、洞窟だ。デモとかじゃねえわ。上登ります。てことで探すか。さあ次はエンド要塞だ。行くぞ。あっちか。まあたくさんあるからな。いや、一発目で壊れる。まあ行きますか。いや、楽なお仕事よ。飛んでエンドを探せるなんて、これほど楽な仕事はない。多いな、マジで。わあ、これエリトラあってよかった、マジで。鬼遠いんだけど。これどこまで行くの。これ海の中じゃない、これ。ああ、めっちゃすぐ壊れる。ここじゃない。あ、まだもうちょい、こっちか。あ、この下っぽい。さあどうだ。あ、ここです。じゃあ掘りますか。ポポポポポポポ。お、発見。あー、つーい、きたー。さあどこ、あ、まあここに来たということは、来ました。ドキドキルーレットチャレンジ、チャレンジいきます。もうこれも一気にいっちゃおうか。1、2、3、9回ジャンプします。まあ俺的には、まあ、やっぱ弓矢がないから、弓矢は絶対欲しいよね。まあでも本当にもう今欲しいの弓矢と装備だね。弓矢と装備があれば完璧。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9。どう。あ、クロスボウは嬉しいかも。さあどこ行こうかな。あ、なんか降りるところがある。あるんじゃないの、あるんじゃないのって。おっと、熱っ。ちょっと待って、こいつらを根絶やしにするぞ俺は。で、これ壊して、採掘速度、あぶねえ、壊れないよ、大丈夫。あ、2個はまってんじゃん、熱っ。それでは行きます、最後の戦いへ。GO! で、ここでもう一度チャレンジができます。
で、あとここ空いてる分ちょっと埋めちゃいます。いきます。最後の準備運動開始。1、2、3、4、5、6、7、8、9。おい、なんか最後しょぼくねえか。おお、なんかしょぼいんだけど。まあトライデントあるのはいいけど、なんかしょぼない。頭とか出てきてくれたらよかったのに。よし、これで外に出れる。やっと俺はまるで外の住民や。でクロスボウでなんとかやるしかないな。これはクロスボウでやりますか。さあ狙え、拡散だ。あーでも一発ずつぐらいしか食らわないんだ。あ、強い強い。 OK。 であとは下から狙うだけだった。一旦これどんくらい食らうか合ってるか。あ、でもそんな食らわないな多分。あんまり食らわんすね、思ったよりは。食らあ、でも食らってるな。やっぱ強いな普通に。あ、いいぞ。なんかダメージ食らってんの。あ、ちょっとダメージ、トゲの鎧だ。強すぎる。殴れてないのにめっちゃ食らってんだけどこれ。じゃあまあ斧とかも食らわせたかったけど、ちょっと一回持ってきますね。どうだったら。待て、これ待って、おいめっちゃ食らうんやけど。こいつともさらばだな。今までありがとう、楽しかったよ。最後はこれで決めようか。ベッド爆破。さあ最後はちょっと汚いけどベッド爆破。だいぶ汚かった。エントラ討伐成功。ウー、いやー熱い戦いだった。じゃあちょっと現世でも戻るかってことで、最後のアイテムは一体どんな感じになってるのか見てみましょう。はい、いやドズりすぎ。